大平和記念塔大平和記念塔は大阪府富田林市にあるタワー。通称は PL の塔または PL タワー。正式名称は長州派万国戦争犠牲者異例大平和記念塔で高さ180メートルの粘土細工のような造形の白い塔である。このデザインはパーフェクトリバティ教団二大教祖のご既特金によるものである。 歴史上のあらゆる戦没者の例を、人種、民族、国家、国境、地域、また、宗教、宗派、信条などを問わず、異例と鎮魂するため、PL 教団が混流し管理運営する、異例等と平和への記念等を兼ねるもの。党の低層階は戦没者でない一般にも、解放されている。党の設計は、日建設計、思考は、東急建設である。 塔の下部には、神殿もあり、毎年8月1日に年祭と呼ぶ祭事を行う。1970年8月1日に落成。展望塔の内部に、エレベーター、上部に展望台を設けているため、落成直後は、展望台を、信者以外の一般客にも公開していた。教団が当時近隣の敷地内で、遊園地を運営していたことなどによるものだが、後に、 展望台の一般公開やエレベーターの運行を停止。PL ランドも規模の縮小や桜ヶ丘遊園への解消などを経て1989年9月に閉園した。現在は教団の信者も塔の下部にある神殿への参拝しか認められていない。井原ら太郎、新宗教と巨大建築講談社、講談社現代新書2001年199ページ。 ISBN4 から06から149,580から 1, 9, 1あらゆる戦争犠牲者の例を徴収派で奉仕、パーフェクトリバティー教団2009年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年11月16日閲覧ありがとうございます